はい、えー、それではなぜオンラインでは深掘りが難しいのかというお話をしましょう、えー、ずばり二重の目減りで反応が読めないんですねなので踏み込めないんです、えー、これお客さん相手ですよね、えー、普段のお客さんよりもやっぱりどうしてもお客様だってオンラインにまだ慣れていないのでリアルで会った時よりも反応が下がりますさらに、えー、その 反応ですね。実際に下がっている以上にこちらからするとその反応が見づらくなるんですね。なのでかなり目減りしちゃうっていうところをほとんどまあ言うならば相手の雰囲気が読めないところで頑張って察知しようとしてもそれはね、無理なんですよ。なので私はこう言います。反応を見ることは諦めましょう。反応は見る、察知するんじゃなくて引き出すもんだと。 オンラインはこの行為が大事になってくるんですそして具体的にこの3ステップでやっていくんですねまずはこっちが反応するってことです相手の反応を引き出したいのにこっちが十分に反応せずに相手から反応してくださいって虫がよすぎるじゃないですかこっちが大きな反応をすることで相手もできる限りそれに乗ってきていただくって感じですその後引き出すそしてこっちも乗っかるってことなんですね じゃあこの反応するというところをもう少し具体的に話していきましょう。えー、具体的なテクニックお話をします。コツはズバリ1分の終わりに合図地を挿入するってことでするとこで多くの方は少し黙っての相図ちはあるはあるんです。でこれが小さいというのもあるんですがそれだけだと足らないです。要はこっちがしっかり反応してるっていうことを示すために少し声に出して相図ちを言うようにしましょう。 ところが、これねどのタイミングで声に出して相づちを入れていいかわからないんですね。下手したら相手の話をあの邪魔する可能性があるんで。なので、1文の終わりあたりにヒュッと入っていく。その際に2つのパターンがある。これを使い分けれるとすごくやりやすくなります。まず1つが短めバージョンです。こちらより入れやすいですよね。はいほー みたいな感じで短いやつを相手のゴミにちょんちょんちょんと入れていくってことですねこれはやりやすいはずなんです多くの方はこれがまず少ないですこの短めバージョンができずに急に急め無理ですで短めバージョンである程度自分が声を発するというふうなことのその機会を作っておいてそこで少し間が空いたなっていうところでうまく自分の短めバージョンに続けるような形で長めバージョンを入れていくんですね で私がおお勧めしたいのは、礼です。あご意見コメントありがとうございますみたいに、ね。場合によってもう少し気の利いたコメントをしたい、あるいはできるタイミングがあるのであれば、オウム返しです。正確に言うと、相手の言ったコメントのキーワードのところを引っ張ってきて、でもう一回言う、リピートなんて言ったりしますね。という,ふうなことをやると、ですね、眺めバージョンも相手の言ったことをちゃんと踏まえた上で、 その上でしっかりコメントしてますよっていう風なのが相手に伝わりますからより効果的です。